起点付近茨城県道211号、高岡藤予線は茨城県筑波未来市から取出市までを結ぶ一般県道である。1959年10月14日、新たな県道として筑波郡稲村大技、高岡を起点とし、北相馬郡富藤城町を終点とする区間を本路線とする県道高岡藤城線として茨城県が県道路線認定した。 1995年に整理番号211となり、現在に至る、福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。市街地を形成している区域内の道路で、道路管理者が自動車の交通量が極めて少ないと認めて指定したものまたは一方、通行とされているものを通行する車両の幅は、 当該道路の車道の福音のものにあっては、当該道路の路面の福音から1メートルを減じたものとする。以下同じ。から0.5メートルを減じたものを超えないもので、なければならない。ABC 道路の区域決定茨城県法。号外10月14日よりハット ABCDE。茨城県道路現況調書平成26年4月1日現在。茨城県法。 い7 7 9号対象9年4月1日、茨城県国時代147号より、県道路線認定茨城県法、号外10月14日より、路線の指定、茨城県法、第5170号、ピアニッシモ23、県道の路線名及び、整理番号の変更茨城県法、第637号3月30日より、道路の区域の変更茨城県法、 第938号3月9日、ピアニッシモ、8から9より、道路の区域の変更、茨城県法、第1130号、ピアニッシモ、3から4、道路の共用の開始、茨城県法、第1152号、P15。ありがとうございます。